びっくりするのがね、これね、なんとカラー、さすがね、800フィルパーのダウンやなとは思います。7920円ということになっておりまして、はい、本日ですね、安いのに高品質な驚異のコスパのインナーダウンジャケットをねご紹介していきたいなと思います。皆さんご存知かもしれませんけども、こちらタイオンというブランドがあるんですね。ローマ字でタイオンって書いてあるんだけども、下のところにもね、体の温度体温って書いてるのもあるんですけど、そういったブランドのねジャケットになっております。こちらをね初めて購入して初めて着ていきたいなと思います。これもう着てへんのに買ったんってことなんですけど、僕オンラインやからだいたい着ないんですよ。だいたい L でいけるやろということで着るんですけども、サイズはいかがでしょうか、どうなんでしょうか。ズドン、あ、ぴったりだ、ちょうどよかった。はい、ということでね、今回 L サイズで着用させていただいております。身長178センチの、70キロぐらいで L サイズ、ジャストですね。袖とかもいい感じになって、ちょっと前にやるともう袖が足りてないので、本来ならもう一個上でもよかったかもしれないです。下下ろしてる分にはね全然問題ないんで、インナーとして中間着として着るにはちょうどいいかもしれないですね。こっから例えばこう上にねジャケット羽織っていくよなんていう時なんかは、これがちょうどインナーになったりするので、まあ、サイズ感はインナーとして着ることも考えたら L がいいかなと思います。でね、びっくりするのがね、これね、なんとカラー34色あるんですよ。わけわからんじゃん。おい、34色って、わしらこれポケモンする時のこのゲームボーイですらね、赤と緑とか、そのポケモンの時赤緑青ってあって、どれにしようかなってだいぶ3色ですら悩んだのに、34色もあったらもう選ばれへんから結局黒になるんですよ。こんだけいっぱい色あんのどうしようかな、うん、やっぱりわからんから黒にするわって黒にするんですね。でサイズ展開もね、ようわからんのが S から 4XL ぐらいもあるんですよ。だからどれがもう自分のサイズなんかわからへんくなってくるから、ほんまは来た方がいいと思いますけども、だいたい日本のサイズで同じです。だからユニクロ買ってるサイズと同じと思っていただいたら多分いいかなと思いますので、まあ値段的にもね、これまあ最初にもタイトル言ったみたいに安いんですよ。後々も出そうと思ってるんですけども、このあたりね、まあ形がそっくりで有名なモンベルのスペリオダウンとか、あとはねワークマンのこういうのが多分ライバルアイテムになってくるとは思うんですけど、もう用途も全く一緒なんですよ。じゃあ何に違いあんのっていうところまでは今日は喋りませんけど、まあ、そういう動画も後々は作っていこうかなと思いますので、そんな感じになっております。でこのタイオンっていうブランドがね、なんか特徴的なことあるかなと思って、まあ着用したのは初めてなんですけど、着た感じの感覚としてはね、やっぱりねジャストサイズで着てるからっていうのもあるかもしれないですけど、この脇とか結構あったかいですね。いやもうワンサイズ上に上げちゃうと変にこう隙間が出てくるので、こう冷気っていうか暖気が逃げていっちゃうと思うんですけど、ジャストサイズで着てるからかこそ、ほんまにこの辺結構あったかいので、さすがね800フィルパーのダウンやなとは思います。見てください、ここにね綿入ってるんですけど、まあこれが入ってますよっていうことになってて、まあたまにね白じゃないダウンとかあるのあるじゃないですか、グレーとか、あれ嫌がる方いらっしゃるんだけど、全く品質は一緒なんで別にそこあんま気にする必要ないんですけど、こういうのが入ってると。でフィルパー見てください、これ800フィルパー入ってますせーって書いてますけども、もう今ねフィルパー崩壊してるんですよ。ユニクロもね今750フィルパー出してるんですよ。そんな高いの出してるの。そうなんですよ。で分からない人からしたら、へえ750かって思うかもしれない。カナダグースってあるでしょ、あれカナダグース625なんですよ。カナダグースの方が低いのって話になってくるんだけども、今そんなことになってるんですよ。ユニクロがだいぶ高くなっちゃって、もうノースフェイスとかも言えんくなったんですよ。フィルパーはうちも言いませんっていう状態で、まあ元々言ってなかったんだけども、それ以上に言わんくなってきたっていうぐらい、まあ、フィルパーが高いということになっています。じゃあ実際着比べてみてどれがあったかいかっていうのをちょっとやりたいんですけど、まあこれ体温でしょ。で次はモンベルのスペリオダウンですね。こっちの方が若干大きいな。サイズはね同じ L サイズなんですけど、モンベルの L の方がちょっと大きくは感じますけど、これは多分カッティングの問題ですね。使用書の問題で、腕が前になることも考えられて、さすがアウトドアブランドやけど、動くこと考えられてるので背中突っ張らないんですよ。たださっきの体温ちょっと突っ張ってたんで、そのファッションとして作られてるから、こうあんま動かないんですよね。動くこと想定はされてないんで、まあこっちの方が動きやすさはあったりするかなと思いますけど、本力的にはそんなに、びっくりするぐらい違いはないかなと思います。でまあ言わずもがなね、ワークマンはねもう紹介してでもすごいから、もうすごいんで終わらせておきます。ただ比較動画の時は思いっきり実すりますけどもね、まあ今はちょっといいじゃないかということになっております。で価格がですね、こちらです、7920円ということになっておりまして、7200円でプラス税なんですけど、それでこれ出せるんですよ。だから逆に言うと7200円で特徴ゆえって言われてもないんですよ。なんでかって言ったら、もう特徴を削った上で最低限のものにしてるから、800フィルパワー以外言うことないんですよ。あとカラーが豊富でポケモンの時みたいに迷う、それぐらいしかなくて、それ以上何があるんですか、ないっていうことになっておりますので、まあ、最後にね重さでも測ってみようかなと思います。要はジャケットの重さって、重ければ悪いって思ってる人もいてるし、軽ければいいって言ってる人もいてるんだけども、重いってことはそんだけ綿がいっぱい入ってるってことやから、同じ例えば800でこっち1000フィル
ルパワー入ってたとしても1000でももうバタがちょっとしか入ってなかったらもうほぼ意味ない状態なんで、そういうね重さを測ってみたいなと思います。でここはね収納袋を統一して、この今回はこの体温のやつを全て使っていければ同じサイズ同じ重さになるかなと思いますので、これをね使っていきたいなと思います。ではねご覧ください。まず 0g でこの重さだけ先に測っておきましょう。マイナス15ですね。マイナス15というふうに覚えておいてください。ではですねタグとかも全部切ったんで、これをくるくるしていって早送りいきたいなと思います。はい、それでは収納しました。重さ測ってみたいなと思います。では0から置きます。はい、241ですね。まあマイナス15になってるので227とか226ぐらいかな。で次がこちらのウォンベルいきましょうか。なんか持った感じあんまり違いか分からんような感じだから同じような感じしますけどもね。では0から乗せていきます。はい、179ということでウォンベルの方が軽いですね。これマイナス15するので164g ぐらいって考えると、まあ、単純に生地が全く同じ温数じゃないから太陽の方が分厚いかもって言われたらそうかもしれんけども、ただ暖かさは確かに太陽の方がね上かもしれないですね。でほな太陽めっちゃええやんってなってはくるんですけども、ただここもねデメリットあって皆さんちょっと気をつけてほしいなと思います。っていうのもね、なんでなんかっていうと、はっきり言って僕からしたらどっちでもいいです。ただもしこれを買おうと思ってはる方のデメリットとしてはちょっと気をつけといた方がいいよっていうのがね、このねモンベルの方って横ボコボコ状態じゃないですか。魔人ブーみたいになってるでしょ。でこれはあの丸罰ゲームボコボコ状態になってるじゃないですか。でこうなった場合何があるかっていうと、今もうすでにそうなんですけど、この辺とかで綿が出てきやすいんですよ。ここ見えます、綿出てるので、他もねさっきくるくるしてる時に綿出てきたんやけども、なぜかというと穴が多いんですよね。そのブロック状にしてるので縫製してるところが多くて、その穴が多いが理由にどうしてもこのダウンが抜けてきやすいっていうところがねデメリットであります。だから最初買った時が一番いい状態なんで、まあそれはどのダウンの時でもそうなんやけども、切れば切るほどとか畳めば畳むほどとかっていうのがどんどん穴がいっぱい多いのでダウンが抜けてきやすくなってるっていうのがね、どうしてもデメリットになってくるんじゃないかなと思います。ただインナーダウンってダウンパック使ってないとこ多いんですよ。だからユニクロとかも、まあ、ダウンパックって何の話だってことなんだけど、普通ってねこういったダウンジャケットってこのダウンのこの縫い目あるでしょ、この縫い目をピッて破っちゃったらもうダウンがボーって出てくるっていうわけじゃなくて、この中にさらにパックがあって、それダウンパックっていうのが中に入ってるんですよ。ダウンにダウンパックをかぶせて、そっから服をかぶせてる状態なんで二重構造なんですけど、こういったインナーダウンっていうのはもうダウンパックなしでダウンを挟んでるだけっていうのが結構あるんですね。でそうしないと薄く作れないので、まああえてそうしてるんですけど、それするとやっぱ抜け毛が結構激しいんですよ。だから抜け毛がもともと激しいインナーダウンが体温の場合さらに激しくなる可能性があるっていうところが、これもし持ってはる方いらっしゃってね、そうそうそうこれ体温すごい毛抜けんねんけどどうしようっていう方がいらっしゃったら、それコメント書いてみてください。ほんなら皆さん参考になりますしね。でそれとあともう一個気になるところが、僕今さっき着用して思ったんですけど、これはダウンとは関係ない話なんやけど、服のディティールの問題で、これね腕を下ろした時はねモンベルとあんま違いないんですよ。ただディティールの問題って何かというと、その動くように作られてないので事務作業するとかは全然いいんですけど、こう袖を前にしたりバイクに乗る自転車に乗る時見てください、めちゃくちゃ寒いから。これってどうやって解決するのって言うと、袖長くするんじゃなくて後ろの身幅をでかくするんですよ。何センチかヒュッて広げてあげるんですよ。それするだけでこの可動域増えるんですけど、まあそこがほんまに下ろしてこの状態の作業はできるけども、こういう動く作業には向いてないんですね。なのでちょっと来た時にバイク乗ったりとか自転車乗ることもあるし、例えば子供の野球とかサッカー見に行く時とかにちょっとこうキャッチボールしたりするよっていう時なんかはこれは向いてないです。っていうのも力がかかる時に背中絶対ビリっていきますよ。なので気をつけてほしいなと思いますので、まあその辺がデメリットかなと思いますが、じゃあおすすめの人は何なんかというと、やっぱりコスパですよね。ワークマン買うぐらいやったら絶対こっちの方がいいじゃないですか。っていうのもワークマンに失礼かもしれんけども、でもやっぱ本物のダウンなんでね、ワークマンのは確か河川も入ってたような気がするんですけども、本物のダウンでしかも800フィルパー多分ワークマン使ってないと思うので、800フィルパーの体感が暖かさがあって、さらに、まあ、今セレクトショップとかでもね置いてたりすると思うので、あこういったこと置いてた体温ってやつか、一回着てみようかな。で着てみて僕が言ったデメリット、動きにくくないですかっていうのと、抜け毛、まあ、7900円やったら抜け毛なんかそれ多少あったってもう1シーズン2シーズンで買い替えるかええよっていう方なんかはね、非常にこれはコスパが良くてね高品質でいいんじゃないかなとは思います。だからスーツで営業される方なんかもこれ向いてないですね。営業ってやっぱり書類とかこうやって前にあるから、書類がねちょっとビリビリビリなんて言うたらどないしはあったんですかってなってくるから、その方はモンベルの方がいいと思います。モンベル今1万円ちょっとぐらいすると思いますけども、それでもあのロボットみたいに動くのか普通にこうやって動けたら営業もね話し通りますから、あこの人すごいあのスタイリッシュだなと思うけどガチガチこんな人動いてたらどないしたんですかってなったら、いやちょっと中に来てる太陽の背中がねグググって突っ張るんでねなんて言ったりしたら、こいつなんか服選ぶもできへんのかってなってきてピンってなっちゃうので、まあ皆さん気をつけていただきたいなということになっておりますので、まあ今回ね太陽のインナーダウンというのを紹介させました。太陽自体もなんかコラボ
をしてダウンができたりとかっていうのも今後多分あると思うし、なんかそんな話もちらっと聞いてるので、そういうのがあればね、また教えていただければ、購入してレビューしたいなと思いますので、よろしくお願いします。ということで本日はですね、太陽のインナーダウンジャケットを動画を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。